はい、お待たせしました。待ってねえわあれ、だいぶ朝とテンションがちょっと変わってますけど、837ゲーム目にね、はい、ペカりまして、光ってるかな俺は。はい、頼む。よし、ビッグ、よし、おはようもんでございます。嘘、ようやくおはようもんでございます。午後ですけど、はい、いやいや、まあまあ楽しんでいきましょうこの後どうなるか楽しみ。本当っすね、うん、朝の2時間ぐらいまでとはね、別人のようになってますけど。いや本当にもう跳ね返ってくんなきゃマジシャレになんねえかんな、これ。まあいつかは跳ね返りますから。いや長かったよ837は。でも今日夜ね、9時10時まで打つこと考えたら、この辺でのハマりは、まあ、全然通過点に過ぎないでしょ。4時やめみたいなあるからね。ないでしょうこの台で。16時やめ、大丈夫ですかそんなこと言っちゃって。ガチプレイヤーでさ、6つかんでさ、うん、6500ゲームやめみたいなさ、はあ、それなくない？朝から掴んでて、もう一回800来たらさすがにバカバカしくなってやめるよ俺は。え、仮にじゃあ6って分かってたらどうですか？6って分かっててもやめる？6って分かってたら打つかな、さすがに。じゃあ6じゃないですか。だって昨日6だと思って丸つけたわけでしょ。もちろん。この店の傾向からしたら、まあ0じゃないですよきっと、6が5になるとか、うん、でもまあ僕らの中でほぼほぼ6じゃないですか。まあそうですね、はい、答えは出てんだけど合算130分の1でもうなんかただこんなシチュエーションで角台の J を打てることはもうないんだよ多分。また2、3年後だよ。そんなことはないでしょ。まず抽選が良くなきゃいけない、はいはい、角台が前日6じゃなきゃいけない、それが据え置かれてなきゃいけない、はい、で僕の性格上朝の挙動がある程度良くなきゃいけない。まあそうやって言われると数年に1回かな、うん、そう。カットできるのは朝の挙動が良くないと粘れないっていうところはちょっと、まあそうね、ちょっと改善の余地ありじゃないですか。そこは改善の余地ありね、はい、確かに。シャレになんないって今日負けたら。低設定の大きいっていうもうその言葉やめろっつって、ヒカリストも怒ってるぞ本当に。マキシマムザホルモンはそこまで多くないですけど、はい、高設定だいぶ触ってんじゃないですか、ね、だいぶ触ってんすよ実は僕この数ヶ月間。でも結果がいまいち伴ってないですか。伴ってない、そう伴ってない。稼いだ多くは低設定だったりするっていう現実。まあそれはあります、確かにそれは否めない。だからさ、俺がさ毎回5000枚とか出してたら、はい、紙番組だみたいになるわけじゃん。いやならないでしょ。なるのよ。いやなんないでしょ。この間のカバネリみたいに、あやってんなこいつらみたいな感じでしょ多分そんなことはないよ。いやそうなったら、うん、この番組の知名度も上がり、ひいては糸新さんのお仕事、つまり収入にも、はい、いいことになるわけよ。あなるほど。つまり俺が5000枚今日出すことによって、はい、で僕の仕事増えますかね。増える可能性はあるよ。ああほら悪くないよ。はいレグ、はい、まあいいでしょう。136ゲームレギュラーボーナス11の10、合成129分の1。もうとにかくコンスタントに早く光ってくれ。この次の次ぐらいから始まるか。朝気持ちよかったもんな3ゲームだよ。はしゃいでたもんな。3ゲームマジで。おい、81。本日初貯めてのこういうこと。ほら本日初のためロン来ました。おいビッグ。さあ来だしたか、来だしたか。いいんじゃないですか。おい、このペースで3、4回くればまた110分の1ぐらいに戻るんじゃないですか。ね、タメロンが来たのがね、ありがたかったな、やっぱり。あ、そうだ。やっぱ J ってためてなんぼっていうとこあるから。あんの？ある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 。そうなの？やっぱボーナスの一直線と、ピエロボーナスピエロ、うん、あれはやっぱためたいよね。まあ、ピエロボーナスピエロはもうチェリー狙ってると一生出ないんで。すごい、800ゲームハマってる時期。
まあ、別人のような饒舌具合復活しました沖光先生、はい、スケベにはなりたいと思ってる。あ、な、思ってるんですか。おいしょ、ほら来た26時。こうなるとレグなのか、レグが多いのかな。いや、そんなこともないじゃないですか。ここで押して合算1に2分の1。はい、なんだかんだで伊藤新さんもう別にあれなんだよな。そうなんですよ、もうご飯食べてすぐ帰るみたいな状況なんだよな実はいいんじゃないですか、早めに帰ってもらっても、はい、昨日の死闘があるからね。9ゲーム。おお、早っ。あれ、本格的に来たこれ。おいしょ、おいしょ、さあ来たぞ、さあ来たぞさあ入れちゃうぞ箱に。再び来た来た来た。いや、でも思ってた以上にはまった後の跳ね返りが早かったですね。いや、まだまだ こんなもんじゃないです、こんなもんじゃないです、マジで。そんなそんな、こんなんで喜んでちゃダメ。それこそ一喜一憂じゃん。一喜一憂は沖さんのことを言うんですけどね、多分今辞書引いたら一喜一憂って引いたら沖光って載ってると思いますよ沖光の一挙手一投足みたいな。またもう光リストを怒らしちゃったねそうやってほら、もうこうやって14時。おいしょ、光リスト、怒りのビッグ、怒りのビッグでドル箱使わせてもらいます。たまに思うんですけど、逆に疲れません？これでやっとチャラだな。 そんだけ喜んだりなんか怒ったりしてたらこういうことでしょ。 J は J の6ってこういうことでしょ皆さん、こういうこと。普通はなんかもうそういうのがしんどいから、こう引いても引かなくてもこう冷静にというか淡々とにどんどんなっていくのが普通なんですけど、もちろん、さっきあんなに怒ってさ、なんだよって言ってたのにまたすぐ喜んでるじゃん。それは嬉しいじゃん。いや、いや、まあまあそうなんですけど、ドレンザビだよマジで久々に言うわ、あえて言おう、ドレンザビと。ちょっと縦に積むわもうこの800のあの塔みたいな粒をさ、消したいの、ね、消したいのよもう、はいはいはい、本当に。昨日のちなみにアイムのこのお店の優勝代は、はい、ビッグ51回で、5700枚ぐらい。あ、はい、アイム J だよ、アイム J で、うん、波がちょっと終わりそうになったらブドウ行きましょうか師匠ね、おいしょ、全然波止まんないじゃん。30時。おいしょい、30時、チェリーチョークビッグ、さきさん、これでほぼチャラかちょい戻ったね。800ハマりがなくなったね。これが A タイプの醍醐味、よく覚えとけよ。そういうことだよ。ご機嫌、はい、ご機嫌テレビでございます。はい、どうもこんにちはご機嫌テレビ司会者沖光でございます。はい、はい、15の11、合算110分の1。動かせるのがなんか羨ましい。マジで、うん、ライターとしては見習うべき点なのかもしれないですけどね。いやいや、そうかな。あと1個でこいつを消す、もうブロック崩し的な感覚で。どうしましょう、また同じ山がここにできたら山に挟まれて情緒不安定だなみたいな。2900か、おいしょ、おー、消えた、さあ来た、早い、アイトンセナでございますおい、おい、ビッグ、おー、すごい、おい来た。これビッグ終了時、ここちゃんと取ってよ、はいはい、取ります、取ります、取りますよ、はい。もうまた合算110分の1切りましたけど、おい、107分の1、よしよ、家元が喜んでるほど別に、はい、ここ、はい、ここ、ここ注目、ここ注目だよ、ここ注目だよ、はい、よし、だからなんだよ消えた、消えたっしょ、消えました、消えた瞬間見たね、はい、はい、見ました、いいね、いいね、いいね、それでいいよ、それでいいよ、出たビッグドレン、うわ多分出玉的には800ハマリはもうとっくに返したかな、これで。でも僕もこれで安心してとりあえず帰れます、うん、まあ、また来月あるからガンバね、また前々乗りするんでしょ。しますよ、お店で実際打ってた方が翌日のあのおすすめ台もできやすいし、
そうよね、はい、こうなってくるとまたあワンチャン3000枚ぐらいはありえるなみたいなね。いやもうねそれ考えないようにしますあ反省しました僕は言ってたらね、はい、途端に800ハマりましたからね、はい、言ってもアイム J なんで、はいはい、楽しくちょっとでも勝てればいいじゃんっていうさ、はいはい、そういうスタンスでいこうよ本当に本当にそう思う。いや 6.1 分の1になるのかな、はい、これで 6.1 分の1、ジャスト3050ゲームで500回、ジャスト、はい、まあでも正直その差は分からんな、分かんない、 5.5 分の1ぐらいでフィニッシュしてくれると、してくれるとあ、まあまあ、6だったんじゃないみたいな、そうそうそう思いますけど、ね、そうっすよね、うん、そういうことっすよね。どうよ、もう不安になってきてるよ、不安になるよ、また800いくかもっていうすごい恐怖感だよ今、不安になるよこれこう長く25回目でしたっけ今回、はい、続けていく中でやっぱなんだかんだ言って成長してんじゃないですか。マジでなんで、まあ、オープニングもそうでしたけど、うん、屋上で撮ってたじゃないですか、はいはいはい、それも撮らなくなってますもんね。あ、もう自然と撮らなくなりましたね、はい、それはすなわち打ち続けることが長くなったからってことじゃないですか。まあまあそれもちょっとありますね、はい、実践時間を少しでも長くしたいというね。だって明らかに最初の頃より実践時間今長いですね。長いですね。それだけだから積もれてるというか手応えがある台にたどり着けてることが多いから、元が多い、確かにそれは言える。おお、おお、おお、レバーファンファーレ、まあ、一応チェリー狙いましょうか。うい、355、よいしょ、耐えた。ただこっから伸びないんだよな。まあ800いかなかったですから、いかなかった、よかった。355はまあギリ許そう。ただちょっとレグがもう圧倒的に少なくなってきてる。もう何それ、いやいいんだ、ビッグだけ来いって言ってましたよ。いやいいよ、それならビッグもっと来いってこと355はまんなってこと、本当に強欲すぎじゃない。強欲でいいんです、それで確率超越しろって話じゃないですか。あ、超越は常に狙ってますよ、目指してるよ、それはもちろん。でも確率をもとに立ち回るわけでしょ。もちろんあの積もるまでの過程としては、うん、数字とロジックをこう積み重ねてたどり着くけど、たどり着いた先はもう確率超越して出ろよっていう話でしょ。そう、そういうこと、そういうこと。やっぱ5000枚、まあ、だから全然結果理論的じゃないんだよ。そうかないやそうでしょ、そうかな。こっから適度に出てくれますよ皆さん。これが新しいスタイルですから、ガチプレイヤーとしての新しい形がこれですからね。ほい、なんか言いたいことあれば言っといてくださいよ。特にあの言いたいことは大体言ってるんで。今日のこと言ってんじゃないのよ。何を、昨日のことよ言いたいことあんでしょ。5万も俺から抜きやがってとかさ。え、ないですよ。台に関してはありますけど、うん、思わせぶりな挙動しやがってって。とあるに俺設定入るって思ってないよ。おいしょ、46。とある狙ってるライターさんって、はい、伊藤新さんしかいないよ。そんなことないです。もうこのようにお店によっては伊藤新かスローカイザーどっちかだよとあるのこと、なんかレールガンレールガンってずっと言ってんの。ありがとうございます。皿盛りでね、皿盛りだよ、あくまでほんのちょっとだけ入れるわ。すごい、200個目いった。これアピールだから周囲への。おお、ビッグがもう6発連続かい。ビッグ6発、ビッグ50回オーバー目指してますんで僕は、はい、今からは無理でしょ。だってまだ18っすよ。いや40だって相当だと思いますよ。まあね、35から38の間、すごい。まあ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 、そう言いなさんな、まあまあそう言いなさんなって、まあまあまあ、14時レグ、お、俺のこと見てるな、おい、みんな。
結構見てますよ、うん、だってフェイクで箱2個使ってるからね、うん、それは見るわ。このお店の中で妬まれてる度で言ったら結構上位ランクですよ。俺 上位ランクですよだってそういう風にやってんだもん。もうポテンシャル最大限に引き出してます、まあ、現状はそうですよね、はい、いい言葉ね、ポテンシャル最大限に引き出してるっていう。限界超えてますから。おお、歌うねまたあの顔してんだろうけど歌うね。いやだってそうじゃないですか、積もるだけじゃ飽き足らず、うん、スペックをも超越する。おスペック超越ね俺の好きな言葉のもう網羅じゃないか。いやだから、あ嬉しいね。ペカルシー先ペカ単独レギュラー92ゲーム、はい、あレグレグか、まあまあいいか、まあ連チャンですから。ちょっとケーキ漬けにブドウいっときます師匠ケーキ漬けに、なんかそのブドウ一杯いくみたいな感じで言われてもちょっと中だるみした時のブドウみたいなとこありますからね。そうあるあるある。3476ちょっと改善してますよ。どう5.96。おお 5.9 になった、はい、5.96 ね、いいよ。例えば4000ゲーム超えて5000ゲームとかで今の数値よりだから5.8 とか7とかになってたら、うん、いよいよだよね、はい、いよいよ、うん、そっか。次回はでも北斗が入ってる可能性があるから、まあそれを視野に入れられるのかどうか、うん、まあ、でも人気高いでしょうからね。それはそうっす。それこそ抽選が良くないとっていうところもあるけども、北斗何台ぐらい入るのかな、楽しみだな。10台ぐらいは入るんじゃないですか。そんなに、それは師匠、お無音じゃない今の、おマジ、ほらほら、おい、ラッキー113ゲームプレミア多いっすね今日。多いっすね、はい、無音はあれなんすね、レバーオンだけじゃなくてストップボタンも無音と。ラッキー、やっぱドル箱を縦積みにしてから二度見する人の数が圧倒的に増えましたね、やっぱり、はい、やっぱりな、はい、桜イターって呼んでくれていいよ。桜イター、桜のライター、ホールを盛り上げたい方、角台で意図的に2箱もないのにコインは2箱あるように僕は見せることができますんでね。たまたま出てるから見せられるってまあまあね、いやマジでもうお別れの時間だな。そうですね、うん、まあでもなんか安心して帰れるんで良かったです。まあ今日に関しては、いやまあもうここまで来たら別に あとはただの引きなだけだと僕思ってるんで。じゃあ伊藤新さん最後の、はい、最後の、ああダメだな、最後のブドウだったんだよね、75ゲーム。いやもうさっきやったばっかだよブドウ。いやあの5違うのよ、599で、はい、あと1回で600なんで、はいはいはい、それを最後やってもらって、なんか気休めだって言ってる割にはブドウのチェック回数がとなんかすごい多いんですけど、だって暇なんだもんもう決まったんだから、これこの台は悪い台じゃないんだからさ、まあまあ、そうですね、全然確率上がっていく一方だ。またそうやっぱね、合成確率があそこまで下がったのにまたここまで上がるって上がるっていうのが、うん、やっぱいい、いいっすよ、なかなかないですからね。そう3590 5.98 5.98、はい、よし、何がよしかよく分かんないけど、6分の1よりいいね、6分の1よりいいね、はいはい、まあ、だから早く 5.7 分の1を目指してください。そうね、はい、そういうことね、はい、OK、 わったわった。まあ多分今日はこれは結構長くまでいくと思いますんで、はい、頑張って、まあ頑張るってね、まあ、頑張りようもないですもんね、ただ回すだけなんてね、うん、まあね、はい、頑張るとかじゃないんでね、ただいつもの通りの仕事をするっていうだけのことです、はいはい、そういうこと、そういうこと、いつも通りにね、淡々と打ちますよ、淡々と、淡々と、淡々たぬき、チェッカーズのね、はいはい、映画ありましたけど、いやいや、山佐のパチスロ台なんです。あ、そっち、そっちです、早く帰れよ、うぜえな。あの今日万枚突破するのちょっと楽しみにしてますので、はい、終わりました、頑張ってください。お疲れ様でした。お疲れ様です。気をつけて、はい、長かったですけど、今日はさすがに積もったと思いますんで、あとは粘り切ってもらえたらいいかなと思います。また来月からだから大変ですね、これ。やっとよ。
か来月は俺本当に5万円まず取り返さないといけないからそっちなんですよ。お疲れ様です。どうでしょう、107ゲーム36レグういおい、チェリー重複15時、レグっぽいけど、えい、まあ納得。高設定の J とか花とかは楽しいよね。文字通り一生打てます。僕ずっとこの台打っていいならもうずっと仕事しないで打ちます。11ゲームプレミアムチャンス一応光らしとこうか。いきます。よいしょ、ビッグでございます。あれ、あ、そっか、これね11ゲームなんだけど実際はね、12ゲームなんですよ。さっきレグ後すぐパッてやったんで。よいしょ、レバーオン。これチェリー、あ、チェリーじゃなかった。ウィッビッグオッケー。おい、22ゲームこうか、レグか。やっぱあの形になるとレグが多いね。22ゲームレグです。うい、来たね。23ゲームういビッグー。よし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 、ビッグ24回目です。とりあえず糸新さんが帰ってからも出玉は増えておりますんで、これにてもう糸新エンジェル説、糸新ホワイトナイト説はないと、そんな説はないというふうに断言させていただきましょう、ね、そんなことよりも設定の方が大事なんだよ結局、まあ、特に J に関してはね。おいしょー106頼む。よし、箱を取れますか。この106ゲームビッグは大きいな。100ゲーム以内で5連した直後だからね。4400ゲームで合算105分の1、しかもビッグに偏ってる25の17、はっきり言って完璧ですね、うん、おーいしょ、95バーバー7でございます。おいしょーい、26回目だろうビッグ。こうなったらもうねレグが追いつくことはほぼないっすよ。逆もまたしかりでね、この台はビッグ先行のまま終わります。結局 J はね、高設定をつかんでいかにいい波をつかむか、ダブルキャッチ戦法だよね。いわゆる設定をつかんで波をつかむ、そういう風になるとこういう風に出玉がね伴ってむちゃくちゃ気持ちいい、いい実戦になるわけですよ。はい、これはもうベストバウト間違いなしだろう。おいしょ、163ゲームレグ、うん、先狙います。おい、60ゲームよいしょ、チェリーチョーク45G。 おいおいしょ、来てる来てると思ったら来たね。おい、29回目、なんとついに合算が100分の1になりましたよ。やりましたやりました、合算100分の1に戻ったよ。おい、レインボー本日2回目、24ゲームもう狙いますがよろしいでしょうか。おいしょ、
すいません箱をお願いします。いや合算99分の1まで上がったぞ。また2桁だよ伊藤新さん。まさかまさかの4箱目ですよこれ皆さん。17時50分、おい5ゲームもう狙います。ビッグでやっちゃえレグ5ゲーム連ビッグ30レグ20だって。こんな気持ちいい遊びがありますか本当に皆さん。おいしょ33ゲームさあ本日初の運命かもしんない。頼む来たー本日初運命でございます。皆さん存分にご覧ください僕の出玉頭上の。まあもう見てくれ見とくれやす桜ライターとしてね。よしよっと、もう見返り美人みたいな感じで二度見して見てくからね。歩いてく人歩いてく人がえここ確かアイムだよねみたいな、はあ、171わあ久々ビッグよし。1ゲーム連チャンチャンスアロー。皆さんお久しぶりでございます。沖光る改造プロジェクト設定6のアイムジャグラーを積もった男の1日、出玉がビッグ33レグ25合算が98分の1、今のところですねアイム J の島ではおそらく優勝に近いのかなと。マイジャグラーとかねファンキーだと僕より出てる台何台かあると思うんですが途中いろいろございました。26ゲーム先告知途中いろいろございましたけれどもレグ、はい、このままなんとかなんとかですね5000あんま言いたくないけどいければなと。ビッグ50回引いたら多分5000いくと思うんだよね。果たしてこの後どうなるのかと、はい、設定6のアイムジャグラーをですね叩き切った結果どんなリザルト画面になってるんでしょうかということでね、若干から元気ではございますけど一旦リポートを終了させていただきます。お疲れでございました。今伊藤新さんから LINE が来ましてねめちゃくちゃ出てるじゃん感じ悪いからもう見ませんだって。飯うま逆飯うまリバースだ、うん、おいしょレインボー来た。はい171。いやーなかなか5箱目にはいきませんなやっぱりね。おいしょ33ゲームチャンス。よし本日2回目の、運命でございます。98分の1合算さあ始まってくれよ。直で狙います。よいしょみたいな感じ。お来た179ゲームいいなもう狙っちゃう。よしついに前日のビッグ回数を抜きました。38回目。おいしょ14ゲームビッグ欲しいなレグアイムジャグラーで47の30っていう台を打ってるそうです。全然俺優勝じゃねえじゃんちくしょう。おきた68ゲームチェリー重複
ふい。ふい。ビッグ40回目。俺にアイムジェイの6をだな、朝一から打たしたらこうなるんだよ。もう本当にこういう風になるの、もうしょうがないの、それは。最低限のノルマは、この次のゲームこれで達成しました。8000ゲーム。ビッグあと6回ワンチャンあるけどね。あと50分あったら、あーマジかー、ふざけんな。53回だってビッグ。なんだよー、53ってさー、9回か。いや、このままもう引かんないで終わりのパターンあるよ、全然あるよね。おいしょー、378ビッグでしたー。このビッグは嬉しい。22時29分45回目のビッグです。あとビッグ5回ギリギリいける。まだ言うけどね、なんでここでハマるかね。もう次300ハマることはないんだよ、うん、時間的に無理なんですよ。もうみんなやめ始めてるんですよ。そりゃ最後の最後に来たね。はい、22時30分ジャスト。もう蛍の光が流れますよ。なんでこの後に及んでブドウを数えてるのかよく分かりませんが、次のブドウで1400個になります。はい、これでここまで小役数えたの俺生まれて初めてですわ、本当に。おー来たー、直で狙います。そうだよね、やっぱそうなんだよね、うん、やっぱそうなんだよね。ってことはワンチャンもうビッグ、最低あと1回はビッグ。もう1回光って、総ボーナス回数80回っていうのはさ、いいよね。蛍の光にね、ああ流れました。まだこんなにお客さん残ってんの、マジで。残るラスト4分で異常じゃね、この店。ああ8500です。はい、やりました。師匠もね納得してくれるでしょう。ここだけ頑張れば納得していただけるんじゃないかなと思いますが、はい、人間の煩悩の数ということで煩悩を消しましょう。あと3ゲーム、次がラストです。人間の煩悩の数よ、消えよ、頼むぞ。はい、終わり。ありがとうございました。記録がでかすぎるよ、55回ってすげえじゃん。世界よ、これが J の6だ。見たか、俺の凄さを。やりましたね、ついにやりました。本当に投資たったの50枚、はい、回収4255枚、4200枚の勝利でございますよ。やったね、素晴らしい一日でした。はい、疲れはしましたけどね、これが本当の心地いい疲れという感じでございます。 J の優秀台というか高設定台のさ、ポテンシャル半端ないでしょ。
もちろんあの引きが強かったからこういう4000万円のプラスになったっていうのはあるけど、とはいえ単なるノーマル A タイプでもここまで頑張れるんだっていうのをね、皆さんにお見せできたのかなと。だから AT 機とか ART 機、新井大が好きだよ、ノーマル A タイプはまあ波がちょろちょろしててつまんないよっていう方はね、今回の動画見ていただいて、あ、こんなこともあるんだ、じゃあ朝から朝一から行ってみようかなっていう方が一人でも増えてくれれば嬉しいなと思いました。ちょっと引っかかるというか心にわだかまりがあるのが、あのビッグ55回で7000枚出てるんすよ。やっぱ上には上がいるもんだなと思いました。ということで今日はねすごく気持ちいい状態のまま、おそらくササディとご飯一緒に行って、ああでもないこうでもないなんつって話すと思うんですけど、その心がもう満足しちゃってグズグズになるんじゃないかって、そこはちょっと不安なんでね、そのあたりあのコメント欄で知った激励の方していただければなと。まだまだこんなもんじゃねえだろお前の実力はということで、本当にもう最後の最後になりましたけれども、実践内容並びに結果はね、僕だけの力じゃなくて師匠師匠のおかげだって本当に思ってるんですよ僕。ということで久しぶりに言いますけど、北海道にいるガリゾー師匠、アイムジャグラーに関してはお前が後継者だというふうに言っていただける内容だったんじゃないかなと本当に思っておりますんでね、ずっと打ってる間ガリゾー師匠の顔がですねもうこの辺に浮かんでおりましたんで、はい、あの今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いしますということで嘘だよ、また糸新さんのおかげ、糸新さんがあれ沖さん角台じゃなかったっけって言ってくれなかったら本当に俺角3に座ってた可能性が半分ぐらいあるんで、正直糸新さんに助けられました今回は、はい、ありがとうございます。というわけで今回はここまで、また次回もね今日以上のベストバウトを見せれるように頑張りたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。大木ひかるでございました。さよなら。